どうも、お疲れ様です。速価塾の久保ですえ。今日はですね、BMW の信頼関係の作り方ということで、吉谷さんから動画を送られてきまして、まあこれはね、本当大手なのにすごいなぁと、あぐらを描いてないなぁと思うばかりですね。で、私もね、この何年かで、えー、昨年、おととしか、セルシオを買ったんですよ。で、セルシオを中古で買うときに、まあいろいろと、あのー、買っちゃおうかグーネットかなんかを通じての、まずはね、アプローチだったんですけども、 うん、すごく私がね欲しい年式とか走行距離とかスペックがありましたんでそれをお問い合わせしたところあの動画で送ってくれましたね「今こういう状態ですよ」っつうから iPhone でこうやって車のいろんなところを撮って「ここに傷がついてます」とかね「ここがこうなってます」みたいなよく送ってくださったんですけどもいや分かりやすかったですよ1分か2分の動画で,で私の方も自分で動画を撮って自己紹介と「こういう車を求めているんです」ってことをこう いつものように、この、この動画のように撮って送ったら、もう、営業所でね、それをみんなで見たとか言ってましたね。うん。で、その以前も、他の車のことで同じようにお問い合わせをしたんで、あの、ま、あいろいろと私のことを意識してくださってね、で、チャンネル登録もしてくださってっていうことだったと思います。ま、あそこからね、その、中古屋さんに車が、 あなんか車じゃないや私の商品が売れたってことは今んところないと思いますけどもでもそうやってあらゆる機会を通じて自分を知らせていくってことが信頼関係のまあ作り方なのかなというふうなところもありますねはいまあ、あれからセルシオも2年になりまして初めての車検を迎えるのかなうんそうですねでえー、もう3年払いで大体100万円ぐらいで全部込み込みで 買ったんですけどね3年ぐらいで全部払いも終わるんでもうすぐ支払いも終了かなってところなんでねで本当に名実ともに、まあ、私のものになるなってところですけども、うん、なんかあのもうやっぱりこう中古車屋さんって無数にありますけども自分の付き合うところはここっていうふうに思わせることができたのはこの中古屋さんの持ち味だと思いますね。うん まあぶっちゃけどこで買っても同じなんですよでもここだったら万が一の時にっていうふな安心感っていう目に見えないそんな商品やサービスもお客様の心に埋め込んだ、まあ、これが信頼関係が構築成功ってことじゃないかなと思います非常に参考になったんでね私も商売をしてるものとして、えー、同じように皆様にねアプローチしていきたいなと思いますはいじゃあお疲れ様ですいってらっしゃい